では、話をしようというふうに思っています。皆さん、最近いろいろ、つい最近もいろいろ詐欺があったので、関心も違うと思いますけれども、基本的にこの一段の間に振り返ったことを最初に見ていこうというふうに思います。一段なんですが、大変なことが起きているわけですね。あれと思いますね。で、チャット GPT が登場したのは、あれとしてスライドに付けられますね。2022年の11月30日からまだ1年経ってないんですよ。でこの1年間どうなったかっていうと、開発者が大体200万人、それからフォーチュン の、まあ、あの大企業の大体 92% が使用している、それから瞬間のアクティブユーザーが1億人になったというふうに言われています。でこれはだからまだ1年、まあ、ちょうど1年といったらいいのか、多分22年11月30日ぐらいだったと思うから、まだ正確に言うと1年経ってないんですよ。でただ、いろんなことがありまして、3月に、翌年の5月には、ヒントっていう AI の父とも呼ばれているヒントが Google を辞めました。これは5月の最初ですね。で何でやったかっていうと、AI の危険性について外に向けて発言、自由に発言したいということを言っていました。でどういう危険があるかっていうのは、これはまさにオープン AI 自身が危惧していることだと思いますけれども、これはオープン AI の自由に更新するカードという論文がありまして、いろいろなことが書いてあります。例えばハリステーションといいますか、幻覚だとか有害なコンテンツとか、悪意のある表現だとか、あと偽情報で業務を操作する、そういう話がたくさん出てきて、で決してだからOpenAI 自身は AI が安全だと思っていないんですね。むしろ OpenAI が実は AI の危険性を一番よく知っているという秘密といえば、だって自分たちで伺いしてるから、まあ、それだけじゃないですけど、この辺は外部に人を頼んで、レッドチームっていうんですけども、わざと攻撃させるというですね、システム。で、そういうことを通じて、いろんなことが分かってきた。というのは、これは去年の5月の状況、もう好きなヒントも、責任を持たないというか、それをやっぱり世の中に知らせたことに意味があるという考えです。で、時間を少し取りますけど、今年の秋に、マルチモーダルって言うんですけど、マルチメディアと同じようなものですけれども、チャット GPT can now see, hear and speak。チャット GPT は今や、見ることも聞くことも話すこともできるというふうに、性能が変わりました。で、まあ、新しい音声と画像認識機能を提供し始めて、音声で会話して、話した内容をチャット GPT に見せることで、より直感的で新しいタイプのインターフェース。これはとても新しいことですね。AI がだから目と耳と口を持ったということだと思います。で、その2023年の10月には、オープンエイジが変わるんですけど、こういうクリエイティブステップ AGI だというのを広げて、それは人類全てに利益を与える AGI というのは汎用人工知能ですね。で、全人の利益になる安全な汎用人工知能を作るんです。これ突然トップページが変わったんですけれども、実はこれは突然でも何でもなくて、これはオープン AI という組織の最初からミッション、再確認したんですね。
まで実はいろいろ、内部でいろいろ、多分担当が始まっていて、そこで、改めて、大小屋のミッション確認する。全人類の利益になる安全な汎用の人工知能を創造するっていうのを確認、トップページに掲げ直した。申し上げますと、これは実は、この時に初めて出たわけじゃなくて、オープンエアターは多分2015年できるんですけど、その時から掲げていた基本的なミッションです。これが実は今回のいろんな問題を解く上でも非常に大事な鍵になるコンセプトなんですね。まあ、それから今月の6日、これも非常に大事な発表がありまして、オープンエアデブデイっていう活動家のカンファレンスを初めて行ったんです。そこでアシスタント API と発表しました。でこれはどういうものかっていうと、AI をアシスタントアプリにカスタマイズできる。これは後でも話しますけど、アプリも使えるんですよ。でそういうアプリを、アプリっていうか、要するに今まで、要するにChatGPT っていうのはスクリーンに向かってキーボードというスクリーンでテキストでやり取りするとしたわけだったんですが、そのインターフェース、マルチモーダルのもあるんですけど、それを自分のアプリに変換できるっていうぐらい発表して、これは極めて画期的、あとで少しこれはお話ししました。で、GPT もだから新しい特徴って2つありまして、1つは今言ったマルチモーダル化っていうのを、見ることも聞くことも話すこともというのが一つ。それからもう一つは今言った AI をユーザーアプリにカスタマイズできるという、そういう変化。これが今年の11月8日 のこれはアプリってやつの一番大きな目玉です。これ、意識してもらえるというふうに思います。でただいろいろこれはデブデブで、左側がアップの右側がナディが出てきてたんですね。だからこの前でアルトマンは解任されて、ナディアはスクールという若者というのがあってやるんですね。で、そういうドタバタ言っちゃいけないとか、そういう、これでもね、いろいろ背景があるんですよ。で、おそらく皆さん知ってる人は知ってるかもしれないけど、ネットの流れの情報は結構間違いというか、誤りが多いというか、みんな適なことを言ってるところもあると僕は思っていて、で、最初にOpenAI というのはどういう組織かというのをちょっとお話ししようというふうに思います。話はちょっとだいぶ昔なので、Google OpenAI にしろ、OpenAI って今ほとんどあれなんですよ。Google から人を引っ込いて作ってるんですよ。だからそれが膨大な太もも選手や野球選手、全然負けないぐらいのバラまれて、Google から人を引っ込いて。で、だからほとんど大変なんですよ。大変って、じゃあ OpenAI もだから、皆さんおそらく、コンピューターリソースっていうか、計算資源にお金がかかると思っていると思います。それは一面あるんですけれども、今年の収支を見る限り圧倒的にスカウト費用なんですよ。とんでもない額を、Google に限らないけど、ほとんど Google ですね。Google が人を引っ込んでいたっていう話ですね。これは2000年、今から25年ぐらい前のラリー・ペイジの話なんですが、これはいろいろあるんですけれども、要するにウェブ上の全てのものを理解する究極の検索エンジン、それが人工知能だって、全然違うだろうと思いますけれども、今、ChatGPT がやってることは、これに近いんですね。ウェブ上の全ての情報を把握する。で、それに近づいているんだと思います。で、ラリー・ペイジは、我々の検索における目標は、人が望むものを実際に正確に理解して、世界の全てのものを理解する。そんなのは僕はできこないと思うんですけれども、それが AI の理想だって話をずっと前にしてました。で、途中ちょっと省略するんですけども、それが2000年、まだ若いですね。ごめんなさい。
で、俺は多分まだ30前のラビンベンチだと思います。だから昔は2、3代ぐらいは、だからそういう若い20代、30代の人が、どんどん世界的な基を作っていったんですよ。で、話は飛びますけれども、2015年に、これはイーロン・マスク、ラリー・ペイジとか、チェンリア・ブリンとか、イーロン・マスクさんに仲が良かったんですけども、話しているうちに、イーロン・マスクが非常に不安になって、私はその Google の殺人ロボットが、それは人間を絶滅するのを、そういう悪夢をいつも見るっていう話をする。これは実際にこういうイメージ。これは DVD に書いてありますので、見てもらえばいいんですけど、こういうふうに、イーロン・マスクは最初にAI が人類にとって危険だという、そういうのを、ある意味、凶悪観念というか、そういうのを持つ。2015年とまさにオープン AI が、イーロン・マスクがオープン AI を作ったんですよ。オープン、その時に、今皆さん名前出てきてるんで、知ってる人は知ってるんで、リリア・スキキギャン、スキキギャンっていう名前なんか読みに行くんですが、そいつをヘッドハントして、だから僕のイメージだと、オープン AI ってのはイーロン・マスク、イリアが作った団体です。アルトマンは、ワイコンビネーターって投資家であって、技術じゃない。で、まあ、ないんですって言ったらまだいいけど、で、そういう中で、イーロン・マスクは AI をちゃんと人類に役立つようにしなきゃいけないっていうのが、先ほど考えた、全ての人類にベネフィットを与えるために、汎用の人工知能を作るっていうのをミッションとして、オープン AI と組織です。ただこの組織がちょっと変わってるんですよ。で、皆さんおそらく今回の騒動を見てると、なんか株式、会社の中の内紛で、それが従業員が MSA に行きたがってるとか、そういうふうに。で、そういうので見ると、多分それ間違いなんですよ。オープン AI って組織は、実は上部にあるのが、皆さんの NPO のメンバーだと思うんですけど、NPO の非営利団体です。非営利団体が下に株式会社を置くと、とても奇妙な形をしているんです。ただその非営利団体って非常に強力な点を持っていて、オープンAIの全てを統括できるということ。まあ、細かい話になりますけれども、オープンAIの非営利団体は、その理事会はオープンAI全ての活動の、統括団体として継続する。だから全ての活動はその非営利団体が統括するんです。でさらに細かく言っていて、私非営利団体、営利団体を作る株式会社したいと思うんです。それは非営利団体の指示に従う。でこれはだからそれを認めさせられてるわけです。それから営利団体は NPO の使命を追求する法的義務を持つ。 NPO の使命と先ほど言った非営利団体のミッションを、営利団体はそれに従う法的義務を持っている。オープン AI の指導原則で安全性と広範な利益、広範な利益は、そういう営利団体もこのアプローチに従わなきゃいけない。それから、非営利目的の株式、これも面白いですけど、非営利団体が統括するという話をしましたが、北に株式会社、それから株式会社が利益を上げても、それからメンバーは全部利益を得ちゃいけないんです。それに制限を必ずかぶせる。そういうふうに非営利団体があって、営利株式会社だけど、その非営利団体が株式会社を好きなだけ儲けていいわけじゃない。そこに関係があるんですよ。で、それでその NPO はこういう活動は理事会を通じて全てを管理監督する。だから今回問題が起きたのはその NPO の理事会の話なんですよ。ボードメンバーが。で、それがだから決めたことっていうのは、
だから非常に強い権限を持っているばかり、これを見れば分かりますように、アントマンやその何百人かのプログラマーがどこかに移ったとしてもオープン AI のリソースを使うことができないです。それはそのこの会の設立のミッションに、組織の設立のミッションに関するから、裁判やったら絶対負ける、こういう誓約書を書いてるわけだから。だから見かけ上はなんかちゃんとオープン AI がお金で行き詰まって MS が助けてくれるんだから、そこに今飛行が動くなどとか、オープン AI の人材がやってきたことは MS に引き継がれるんだろうと思っている人も絶対それはできないんです。オープン AI が全てを管轄して、それは非営利団体がそれを統括した、それのトップが今いつも言うなんですよ。だから今喧嘩して、まあ、どっちもどっちみたいに見えるかもしれないけど、あれはイリアがむしろ譲歩したんで、喧嘩してたからイリアが非営利団体必ず勝つんですよ。だからそこのところで何らが出てきたものすごく早かったなと思って、もうちょっと勢いを見定めてから動けばよかったんだけど、あれだと明らかにオープン AI の中に MS 支持派とそうじゃない人がいて、 MS 支持派が多いんだってことをなんか何ら自身がみんなに知らせたみたいなもんで、それは良くないと思います。だけどそうはならないし、そうやったら今のリソース全然生かせない、人材も生かせない。だから今始まったばかりだと思ってないけど、まだこの問題は続くと思います。でそれがやっぱり僕はやっぱり MS にオープン AI のリソースが全部移るって僕は嫌ですね。オープン AI じゃなくてクローズ AI にしろっていうふうに思いますけどね。だからでも MS も変わってきてるのでいろいろあるんだけど、だから今の定価見てると決してオープン AI と MS の問題じゃないんです。前に Google がいて、 Google がずっと人が引き抜かれて、 Google も AI やってて、イーロン・マスクはだから独自の AI を作ろう、組織を作ろうとして、今はオープン AI 抜けましたけど、まだ席があるんですよ。それでオープン AI があって MS がある、そういう何社かの相関というか、そういうなんか駆け引きの中にあるんで、決してだからアルファとマイクロソフトとかイリアとその他みたいなやつを言ったとは分からないのではなくて、だからこれがまだ AI のこれからの流れを見てくると、これから多分決まってくるだろうというふうに僕は思っています。で僕はだから今AI は今マルチモダルネットが進んでるわけですけども、やっぱりメディアの歴史からいろいろ学ぶ必要が、メディアって実はマルチモダル化してきてるんです、この辺の年代で。で、まあ、例えば先ほど AI の普及状況を見ると、開発者100万あの頃の数、開発者って多分200万じゃ聞かないと思うんですよ、分かんないけど。で一番あれなのはそのアクティブユーザーで、これが1億人、 Android の iPhone のアクティブユーザーって多分50億人ぐらいなんです。だからターゲットが違うとはいえ、今の AI 技術者って皆さんの場合では、まあ、技術者の間は非常に短かもしれないけれども、実際に使ってる、あるいは実際に作ってるってことは、他のメディア、他の IT 技術と比べて圧倒的に少ないです。これからなんです。評判だけが先行してるけれども、たった1億人です、使ってる。たったとしちゃいけない。1年で1億作ったのはすごいと思いますけれども。でも他のメディアってもっと力を持ってきたんですよね。で、まあ、それは、だからチャット GPT のユーザーってまだまだ少ないと思った方がいいと。やっぱりでも AI 技術、AI サービスの基本的にはユーザーを拡大するしかない。だからマイクロソフトがビジネスでちゃんとやればいいとか、マイクロソフトがそういうのを長けてるっていうふうに思うかもしれない、それは当たってるかもしれないけど、まあ、そこが問題なんじゃないです。 AI のサービスの利用者がそもそも少ないっていう、それをどうやったら広げられるかっていうのは別に誰かに任せやってくれるってわけじゃないわけで、で利用者がいないサービスってのは発展しないんですよ、面白くないんですよ。でそれは基本的に圧倒的多数の人に行き渡って初めて技術って成熟していくし、ビジネス的に活気を帯びてくるんだけど、
そこまでなんかビジネスがその盛り上がってるっていう、ね、あの AI 関係見てもそれは投資レベルの話、そこはまだこれから、まあ投資はどんどん集まるでしょうけど、でも面白いことすると思われる、これあのオープン AI のやつ、うちの会社に投資するなって書いてあるんで、最近は分かる大きな字で書いてあって、でこれは見事っていうか見事なもんだけど、ちゃんと自分たちの、 あの現状って分かって、俺らは別にその儲けるためにやってるわけないって気持ちもあるし、今はだあのそこにお金突っ込んでもしょうがないよってことを言ってるわけ、それがちょっとおかしくなったのはここ 1,2 年だから、急速にあの親やいて人を打つなんていうものすごい、今例えば大谷翔平クラスのトレードってやられたりもする、でそういうことをやってるから、だんだんあの IT 人さんだったらいい気になってきて、お金もあればどこでも行きますみたいな、そういうふうになってるんだけど、あの非営利のオープン AI のスタンスは非常に潔いもの、お金に関してはそういう組織なんだから、あのあまりそ の, あの投資っていったらうまく合わないんですよ。これはまだこれからもそういう圧力は多分続くと、今回第一波でも最終的にはあのそのミッションから言ったら非営利のオープン AI の圧倒的に権限を、まあそれあの理事会で変えられること、あの取締役3人増やすというのはそれでまたバランス変わるかもしれないけど、今の規約のままだったら、あのその技術者営利というか、そういうあのそのオープンでやるというのは変わらないです、ね、まあ、それはそれでいいことだと思います。それでですね、マルチメディア、メディアとの、あのそういう意味では非常にドラスティックにあのマルチモーダルとかあのモードを変えるために新しい作業で行くんです。で端的に言えば、例えば電信から電話、電話からラジオテレビで、そのために全く新しい産業が生まれるんです。でしかもそれは多分何億人っていうユーザーをあっという間に獲得する、何億あっという間じゃないけど、あの獲得していくわけです。で今までなかった産業を創出した。で、まあ、あのざっと言うと、まあ、50世紀初めのは、例えばあの電信から電話からあの無線からラジオからテレビ、でこれはモードが変わるとか、今までテキストじゃなかったのは音が出るだけが絵が出るっていう、そういうモードの変化なんですよ。メディアとそういう意味ではマルチモーダル化することによって全く様子を変えてきた。で、まあ、最初は熟成屋だから、あの電信、今これペリーが徳川学校に転入したのが電信だったと言われていて、まあ、これはあまり古いかもしれないけど、それが電話で、皆さん多分顔ぶれ見れば分かってるわけで、 NTT って昔電電公社って言ったんですよ。電電のうちの一つの電は電信なんですよ。今の会社の電信って打ったことが結構多いですよ。ほとんどでもあの死後というか、電報って死後、これから多分皆さん知ってるから、電通ってあるじゃないですか。電通の電話は何だと思うんですよ。我々実は電報なんで、葬儀電報会社だったんですよ。で、葬儀電報っていうのは、あの人死んだ時にお知らせする、まあ、立つんやった、あの大事な。で、あのベンチャー企業だったんですよ、電通って。そういう意味で新しいビジネスで大成功して、走り方が葬儀屋さんなんですよ。でも電信ですから、ね。だから、電信で、あの NTT や電通から見ればまだ名前残ってるんですよ。それぐらいだから、あの大儲けしてる、まあ、NTT はあの国産というか国がやってましたけれども、ね、まあ、国じゃないか、それ無線が出て、でラジオが出て、テレビが出て、でそのためにだからあの新しい企業、新しいあのでこの営業というのは、だから、まあ、NTT には分かるし、電通には分かるし、今も続いてる、巨大なあの仕事の蓄積がなされるんですよ。だから今、テレビ局だけは大きな影響力を持っているところは、それだけのお客さんを抱えているからなんですよ、ね。で、それが今、現代だと、恐らく、あの、マイクにハンドル、これもだから、もう巨大な、あの、多分、世界人口の恐らく
9割ぐらいは持っているのかもしれないですね。数字の部分が使っている。だから iPhone、Apple の強さっていうのや、でそういうのってだからこういうデバイスを作ってそういうメディアを売るってことをでクラウドとかしてやる、そんなまあある種のメディアの変化なんですね。で多分こういう変化が多分これから起きる。で21世紀の最初にはこれクラウドデバイスの変化が起きたわけですけども、そういう変化はおそらくもう一度来ると僕は思う。だってガーファの支配も25年も続いたんですよ。もうそろそろ時効というか、先ほどだから Google はイーロン・マスクだって新しい動きだと思うんです。テスラとかスペースエンスとかでオープンエアだから多分要素絡むんですよ。だから僕はだから別に MS さんは別にそんな嫌いじゃないし、今回の参考仲いいんだけども、次の AI、社会科学の中から誰かが生き残るってだけに言ったら多分だよね。これら全部ワンハルセールが多分登場する可能性というふうに見た方がいいだろうと思います。で、ただまあ、メディアの場合ともなるかと、AI の場合ともなるかと違うんですよね。間違いはあるんだけれども、まあ、だって今僕さっき言ったみたいに AI はマルチモーダル化したんですよ、今年。だからそれは熱狂的に歓迎したんだということね。あんまり人ごとなんですよ。でそれはまあユーザーの近くで起きてないから、これからもそれが起きるとその強力な権威力を発揮するだろうというふうに思ってます。で、まあ、僕はなんかその AI のマルチモーダル化の中で AI はどう変わっていくのかってことを考えようとしているんです。基本的にはパーソナルな AI を展望しようというふうに思います。で、まあ、今日話したいのはAI マルチモーダル化することによって新しい AI というのが多分出てる。で、まあ、マルチモーダル化というのは AI が目や口や手は持たないけれども目や口や耳を持つということです。それがどういう変化になるのかということを考えれば非常に楽しい。それはまあ先ほどのイーロン・マスクの妄想じゃないけど、手や口を持ったら殺人のキラーロボットになるっていう、そういうのもあるんですよ。でそれは単に妄想と言っては済まないというか問題なんですけれども、そういうネガティブなイメージじゃなくて、目や口や鼻を持つ話じゃないか、目や口や耳を持つってことが人間役立つっていうイメージを持つのが僕は非常に大事だと思ってて、で、まあ、それはオープンエアのミッションとギターとかつながるところがあると思うんですけれども、人間に役立つ AI を作ろうっていうのが大事だというふうに思って、そういう意味で言うと全ての人が日常的に AI を使うようになるんですよ。で全ての人って役に立つっていう AI を作るってことが、これからの AI のイメージとしては必要だというふうに思ってて、それはだからですね、また Be My AI と私の AI になれっていうことを言うんです。私の AI だって誰かの AI じゃない、今世の誰かの AI にしかなってないんだけど自分の AI にするっていうこと、まあ、そのためには AI は全ての人に開かれたオープンな技術が絶対いいんですよ。でクローズド AI は絶対ビジネスとしてもおそらくいろんな危険性からも人間が守れなくなるだろうというふうに思ってます。で、まあ、僕はそういう意味ではマルチモーダルといってもむしろ目じゃなくて耳と口でいいんじゃないかと、それからボイス AI とか非常にインパクトがあるだろうというふうに思っています。もしも AI がAI がロボットだとしたら、僕はドラえもんでいいだろうと思っていて、ドラえもんとキーボードで話すのはダサい、やっぱり話せば変える、返せば分かる、そういうイメージで AI のマルチモーダル化を考えたらいいだろうというふうに思います。でまあそれは必ずしも今のままだったらそのテキストを音にしても聞きやすいかどうかわからない。
けど、つらいものを工夫しなきゃ、それだけ外は向けなきゃいけないし、そういう意味では AI 用の OS みたいなやつをちゃんと作んなきゃいけないんですよ。で、それはでもね、まあ、何とか機械ロボットやり取りしても構わないけど、今の AI 技術とって、その機械とやり取りするというのは、実は AI にとってもためになるんです。フューチャーラーニングって言うんですけど、プロンプトを何度も繰り返してやるというのは、実は AI がちゃんとするにはそれを拾ってくれるんですよね。だから、それじゃあ、AI ロボットと何とかやり取り、会話をするというのは、実はいいこと、あり得ることなんです。もう一つは、でそういう変化の舞台は、例えばドラえもんを作れって言ってるわけじゃなくて、スマートフォンの中で起きなきゃいけないと僕は思ってます。で、スマートフォンってもともと賢いだろうなって意味ですよね。だからそんな賢くない。もしも、だからもっとスマートフォンがもっと賢くなれというふうに思うんだったら、今のスマートフォンに AI を乗せるのが一番いいんですよ。だからそういう賢いスマートフォン、賢いスマートデバイス。で、それが多分次の大きなメディアの変化の中核になる。まあ、そういう意味ではアンドロイドの会の皆さんにとっては、アンドロイドって名前をこの僕らのスマートフォンとは非常に象徴的にアンドロイドならいいんですよ、ね、本当。アンドロイドはアンドロイド。で今そのここでも先ほどちょっと紹介したんだけど、大きな動きがあって、これはとても巨大な動きの一つだと思います。これは立派ですよ。そういう技術性のいいことをやってて、でアシスタント API も出したんですよ。これぜひ皆さんもチェックして Android に載せてほしい。 Android 乗りますから、スマートフォンからできる。で、要するに今までのチャット GPT の利用のスタイルっていうのは、オープン AI のサイトにログインして、スクリーン上でテキスト、キーボードとやり取りするか、それしかなかったんですけど、まあ、それをでも奥さんすればいいから、それほど簡単っていうのもなくて、ただで、ユーザーなんかそのやり取りが単調だったら別の飛ばせばいいし、あるいはあるところにファイルをストアすればいいし、だからそのやり取りをあっちこっちに振り分けるような機能で、そういうものをちゃんとスマートフォンが持ってくる。それはでも今とはちょっと変わる。ヒューレが今すぐやってますけど、いろんなスマートフォンを受け取ったことはちょっと思います。まあ、アップルのアップルはおもちゃみたいなやつですけど、なんだ、エアプレイか。あのやつは本当、自由にこの連携するっていうか、そういうたくさんのデバイスと連携する、そういうやつが多分必要なんですよ。で、それをすれば、ユーザーは何もオープン AI の、サイトを意識することなしに、画面をタッチしたり、スワイプしたりすれば、実はそれをオープン AI、AI が助けてくる。で、まあ、僕は音声が一番気に入ってるんですけど、まあ、実際こういうスマートフォンを搭載されたアシスタントアプリって言うんですが、それは一般のユーザーと AI の関係をとても身近なものにする。今1億人しか使ってないんだけど、そうするとスマートフォンのユーザー並みに多分拡大。もしもキラーアプリがちゃんと、あるいはキラーデバイスだと思うんですね。iPhone とかに変わるデバイスがそういう機能を持って登場する。それは人間とユーザーと AI の距離を圧倒的に。それだけじゃないんです。それは開発者とエアの距離を変える。なぜならば、今まで の開発者で一番大きなエアの使い方は、自分のコード開発にコパイロットで手伝ってもらうとか、それで一緒にやって、まあ、それはそれで別にいいんだけど、で本業じゃない。で、一番大事なのは、こういうアシスタントの API を使って、自分のプログラムを、AI が動くプログラムを、プログラムを作り始める。コパイロットという他のプログラムを手伝ってもらえなくて、 AI のプログラムを Android に載せると、それができるんですよ。でそれをやれば技術者と AI の距離圧倒的に縮まります。だから今単なる何だか分かんないけどサンプル見せてもらって、ああ動きがねえとかそういうのではなくて、本当にオープン AI の API をそのままちゃんと動くように、それはとてもダウンサーズAI を自分のアプリでそのまま使うという、それのレベルにちゃんとならなきゃいけないということです。で、これはとてもいいんですけど、これは対処法の大成功が立ててくれるパーソナルアシスタント、これは僕の大成功で、まあ僕の大成功というのがあって、
耐震法の財政法で、そうするとこれもですね、メッセージにはプロンプトでもできるんです。メッセージを書いてそれをスレッドに加わせて、でそうするとまたメッセージ、これちゃんと記述するとこういうのでアプリができるんです。しかも喋るのくれと、これ面白いと思いますよ。で最後にですけれども、AI と人間の関係はどうなっていくのかっていうのをよくしようと思います。で一番基本的な問題っていうのは、我々がどういう AI を望んでいるのか、そこを考えると、それはビジネスとの基本的なことだし、もしもこれが大きな部分になるとするならば、それは我々にとってそれがどういう意味があるのかっていうところの確信が持たれていればうまくいかないんですね。なんか投資が盛んだからやろうとか、それだけじゃ多分ダメなんだ。まあ、それはだから AI の利用にとってもインターフェースを考える上での基本になります。で、まあ、逆に言うとそういうことを考えるフェーズにようやくなってきた。ようやくだけど変化が激しい、早いですね。大人の AI見てもあんなに喧嘩してるんだから、非常に激しい議論、激しい対立があるんですよ。今回まあ第一ラウンドだと僕は思っていますけれども、そこで AI が我々に何をもたらすかということをちゃんとみんな考える。それはアンドロイドの場合だって別に同じです。だってアンドロイドの上に AI を載せることが多分一番大事な仕事になる日が来るんですから。でまあその AI の多分今エージェントモデルっていうのは感覚としてはこういうロボットがいて、環境からまあ、今テキストで情報を受け取って今テキストで返すっていうこういうやつなんで、これはマジモデル化するとここはだからもう読むことも聞くこともテキストで、こういうそこにまあ、ブランドで独立したシステムとして、まあ、エージェントとして自立するのか、まだ今できちゃっとできてないんだけど、最初に AI がこういうスタイルになっていくはずなんです。でこれが今もはやこのロボットが耳や口や目をということになって、だこのエージェントと人間がどういうふうに仲良くしてるのか、仲良くっていうか、でところがですね、これみんなあれなんですよ、全然人間は人間で違うものを見てるし、ロボットはロボットで違うものを見てる。ロボットで AI はね。だから なぜかというと、今の大規模言語モデルってやつは、結局何を見てるかっていうのは、画像を含めてネット上にあるデータしか見てないんですよ。で、どんなことを考えるにしろ、どんなことを推論するにしろ、ネット上のデータ、しかもテキストで画像の中で動かれてるんで、それが何かって非常に狭い世界に生きてるわけです。まあ、人間だと同じかもしれないですけど、で得意なことも人間と AI は違うんです。でこれでは多分話がお互い会話が進む。だからこういう何かこう一緒に何かを見て一緒に考えていくってやつをやってるのは僕は一番いいと思ってて、ただそこでポイントになるのは、人間がロボットにお前は俺の AI 誰というのはない。逆になったらまずい。AI が人間にお前を俺の奴隷になれてる、お前を言いますから、ね、でもそこはでも大事なポイントですよ。どっちが偉いかってことをきちんと意識してシステムを作らない。でそういう形で作っていくと、AI がどういう危険があって、どうすればそれを防げるかっていうと、みんながだんだん分かってるからだと。で、今、誰かの AI の心配をしてるから、あんまり身近にも感じないし、どうすればいいか全くノーアイデアになるんだけど、自分で AI を作っていけば、お前が俺の AI になれっていうのを徹底すれば、むしろそういうパーソナルの AI を作る道が、僕は安全な AI の道につながるだろうというふうに思っています。で、この図なんだか分かりますか？これはですね、まあ右手は時間なんですが、縦軸がビリオン、10億人単位で、地球の人口なんですよ。で今ヒグマの個体数が増えてるとか、そういう話をしてるんだけど、人間すごいですよ、これ。で、これ、まあ、だから今日の話もなんか非常に楽観的な話をしました、2枚 AI。
でもこの図で見たら宣伝語ってすごく出てますよ、うん、難しいんです。宣伝語の地球や宣伝語の議論考えるのは難しいんです。でも100年後ぐらいはで、そこの100年ぐらい予測の中ではオープンな AI かクローズな AI か、あるいは私の AI か誰かの AI かというのは多分第二な選択肢、分かれる2つの道が多分あるんですよ。で今でもどっちか分かんないんですよ。でお金で AI 考えれば違うんです、絶対に。だからイーロン・マスクが選べばそれをちゃんと公的な機関というか、まあ本当は国とは国連がやればいいけど、それも信用できないから自分たちでそういう全てを監督する AI の、 組織を作ったのがオープン AI なんですよ。だからそこに対して問題提起ってとても大事な、先ほどストラクチャーの話をしてましたけど、ぜひ皆さんご用意いただければというふうに思います。で、まあ、100年単位で見れば、でもそれは大きく曲がってくださいと思うんですよ。そうで、オープンの AI かクローズの AI、あるいは私の AI か誰かの AI かというのは非常に大きな選択で、だからどっちかを選ばなきゃいけないというふうに僕はなるというふうに思っています。まあ、そういう意味では Be My AI というスローガンぜひ皆さん考えていただければというふうに思います。今日の話はこれで終わりです。どうもありがとうございます。山様、ご講演ありがとうございました。ちょっと5分ぐらい時間がありますので、せっかくなので、先生、はい、ちょっと質問を受け付けたいと思います。質問がある方は挙手の方でお願いいたします。なんか先生に質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、ちょっとお待ちください。大変ありがたいお話ありがとうございました。オープンな AI と、あと、自分の AI ということを考えると、一種似ているものとしては自炊する、自分で食べ物を作る、自分の食べるものを自分で作るっていう態度とちょっと似ているような気がいたしました。で、そういう時にやっぱり一番心配になるのは原材料がしっかりしてるかな、本当にこれ食べて大丈夫かなっていうようなところになると思うんですけれども、そういうその取り組みっていうのがこれから先発展してくるんじゃないかなという予感は持っていて妥当でしょうか。多分僕はちょっと違っていて、多分食べ物だとか、例えば工業製品の材料とかエネルギー材料とか、そんなに自分たちで全部 自作はできないはずなんです。だからすごく今の社会の、まあ、いい面も悪い面もあるけど、あるものは得意で、ただしあるものは自分たちでもう一回見直しが必要だっていうふうに思っていて、全てに対してそれじゃ全部自然に磁力であろうという、まあ、風の谷を直しかなきゃ世界に移るのかっていう、まあ、先ほどの人工像のあれから言うとそういう世界は来るやもしれないとは思います。だけど今僕らの課題としてあるのは、そういうものを意識しつつ今あるリソースをどう組み合わせるかっていうのがむしろ僕は大事だと。それでもね、難しいんですよ。だから自炊、僕は実は田舎に住んでるんで、自炊の世界が自作自演、自作支援じゃねえその世界はとても好きなんですけれども、ただそれだと多分自己維持できないってことですね。だから多分無理に1000年ぐらいにわたって人口を維持するのは多分難しいかもしれません。だけど誰もそういう意味じゃハードクラッシュを望んでるわけじゃないので、ソフトランディングをしつつその技術を生かす、多分僕は両面を考えたいと思っています。で、だから AI についても、だからそういう意味じゃ自分の AI がどうなるかと、今回は楽観論だけを持ってました。だから悲観論はいろいろ山ほど語れるというか、多分今の時間の倍ぐらい語れます。だけどそれはあんまり聞きたくないでしょ。ただ嫌なことも楽しいことも両方必要なんですよ。だからでも僕らが何かやっていくためには楽しいこと、あるいは未来があること、あるいはこれでおそらく展望が開けると思うことは短期間のレンジであってもやっぱりやるべき。
長期的にはもうすごい悲観論理なんですよ。だから多分千年先は闇だと思ってて、でもそういうでも千年には生きてねえからいいやっていうのもひどい話だけど、まあだけど今やれることでいいことが多分何かあるっていうふうに僕は思ってます。ありがとうございました。まだお時間ありますので、もう一つぐらいですけど、ね、あ、じゃあ先生、お願いします。あ、森山先生、素晴らしいお話ありがとうございます。アンドロイドが、っていうキーワードでいきますと、アンディ・ルビンさんはアンドロイドは人間のエージェントになると、おっしゃられてた、インタビューとかさせてもらったんですけれども、そういうところからいくとですね、まあ、今の生成 AI、 特に NLP のところはそれを実現するものになるかなと自分も思って今活動してますけれども、話の中でやっぱり気になるのはやっぱり AI の OS を作るべきだ、 OS があるはずだというところと、あとこれが Be My AI の私の AI にするっていうところに関して、この OS の部分がですね、私ごとに違う OS を使っていくのか、やっぱり全人類共通 の、 AGI を作っていくべきなのか、その辺はどうお考えなのか、ちょっと。AGI の話と OS の話は多分違うレベルの話で、AGI はまだまだ遠い話で、それは多分一致し得ないんですよ。だから僕が言ってるAI OS っていうのは、例えば、まあ、非常に卑俗な例を言えば、例えばよく聞こえないからもう一回話してって返すとか、それは大事なやつ、ボイスでやると必ず必須なんで、それからもしも答えが長いんだったら、この答えはどうしますかってやり取りするとか、そういう基本的なファンクションをみんな連携して、それは多分共通のはずです。それは全然 AGI とかのレベルの話じゃなくて、人間と AI とのインター、基本インターフェースをまず洗い出すって作業は割と簡単にできる。それはでもしかもだんだんマシュアを積み重ねていけばいいものになって、それはそういうものが多くない共通というか標準として生き残るかもしれない。だけどそこが全く海観測を、例えば僕が GPT-2 から使ってるの、頃は低くてさ、全然人の相手になってないっていうか、優しくないんです。だから GPT-2 はとてもそういう意味でチャット GPT はとても人間らしく対応してくれるんだった。そのレベルでの話の AI の OS みたいなやつ、特に僕はボイスを意識してそういうのをもうちょっと、まあ、OS というのはちょっと大げさかもしれません。そういう意味ではAI と人間との標準的なコモンのインターフェースをまず作るということが初めてで、まあ、きっといいことになると思ってます。ありがとうございます。OS UI っていうところの、まあ、共通インターフェースの OS と、そうです、ね、UI の OS というイメージがなんかしっくりきた感じがしました。ありがとうございます。はい、それではお時間になりましたので、以上で、基調講演のいただきたいと思います。最後にご講演くださった、丸山先生に大きな拍手をお願いいたします。